やつが砂漠派だ。ヒマラヤとかに登れるみたいな。ということで皆さん、前にちょっと話したこの遺伝子検査キットが来ましたので、皆さんで遺伝子を検査しましょうということになっています。下手くそになった。これまず会員登録からやっていく感じですかね。ちょっとめんどくさい。いきなり不満が入りましたね。めんどくさくない？あ、でも検査はこれで見れんのか。後々楽にするための。あ、こういうの嫌いなんだよね。私もほんと無理。これ結構簡単、イラスト付きでめっちゃ分かりやすくないですか。いや、分かりやすいとかじゃなくて長いのよ。生年月日を選んだ時に2000年から始まるプレッシャー相当ですそうね。人種とか出てくるんだけど、どういうこと？人間とか。人種をさ、一瞬人権って呼んでるないってこと。人権あるないで出てくるのかと思ったら日本で、ああ人種ね。ああ、もうやりたくなくなっちゃいました。打つのめんどくさ。こういう時マジタバコ吸いたくなっちゃうんだよ。これであとは検査の手順をやるってことですよね。同意して、これを郵送するってことですね。郵送してレポートが出てくると。唾液を採取する前に注意事項をご確認ください。はい。採取の30分前には口をゆすいでください。それ以降、飲食、歯磨き、喫煙は厳禁です。ちょっと待って、はい、30分前に口ゆすいでねえ。今ゆすいじゃいけないのかな。今ゆすいだら30分飲んだら。ああ、そっか。30分待てとですね。そうなっちゃうね。私の会社は唾液はめっちゃ出るんだよね。よだれとか。だれ。なんかそれ別に言わなくて。私唾液すごい出るんだよ、ね。なんかちょっとエッチだよね。さあ、それで。混ぜるかな。気持ち悪いじゃん。なんだ。ね、みんなおかしくなってきてる。禁断症状だよ、もうこれは。ちょっとあまりこれ人に見せたくないよね。うん。結局カメラを回してる意味。なんで鼻うがいは良くてこれ嫌なの。いや、なんか爪だって。いや、なんか嫌じゃな。うわ、すごい。2倍取れちゃって。2倍取れ。え、そんな出ない。いけた。終わりました。はあ。もうお疲れ様でした。あ、やっと吸える。30分我慢するのって結構な酷だったの。我慢しようと思うからだったよね、多分。新幹線の移動中とかは全然私平気に吸わないもん。やっぱ意識しない方がいいんだよ、だからね。まあね。田舎帰るとさ、3日間、4日間ぐらいさ、タバコ吸わなかったりする。ああ。環境とかもあるかもね。環境もある。うん、確かに。ということで、本日は株式会社キンヘルスの水本と申します。お願いします。以前皆さんに唾液を取って送ってもらったじゃないですか。はい、はい、それの解析をしていただいて、どういうものが現れているかみたいなレポートを見ながら、いろいろお話をお伺いしようかなと思っております。はい、いろいろ分かっちゃうんですね。遺伝子がブスってこと。遺伝子ブス。遺伝子ブス。え、あれもなんかブスとか出るんですか。まああるかもしれない。もしかしたら鼻がブスとか、遺伝とか、目がブスとか、土台がブスって土台ブス、略してブスね。仕事柄そうですねとは言えない。遺伝子ってどんなものかみたいなのって。細胞って60兆個ぐらいあるって言われてるんですけど、うん、細胞の中一つ一つに全部遺伝子ってあるんですよ。それがブスだったらもう大変だね。ブス工場みたいなことですなんか稼働してさ、ブスファクトリーやばい。絶え間なく出されるみたいな。量産型ブス。量産型ブス。量産型ブス。違う。量型ブスみたいな。量型ブスみたいな。まあ、ということで。いろんな自分のそのこんな体質ですみたいなのが400個見れるんですよ。じゃあ絶
対ブス体質あるよ。まあまあ、いろんなブスがあるよ。ブーブクじゃない、いろんなブスが。まあまあ、一回結果見てみましょう。ご自身の一覧でダーッと見れたりするんですけど、うん、あ、すごい。カモタクさん、あの、すごいですね、筋肉とか。あ、ガリガリ。ガリガリですよね。ガリガリですよね。だって運動への積極性低いよ、私。あ、え、私中。私こうなんだけど。あれ一番やってない、やってない。運動後の心拍数回復速度が遅い。おばあちゃん。これ何、前後十字靭帯損傷のリスク高いですね。十字靭帯。私そんなのもわかんの。すごいね。あれ俺なんかりょうさんと一緒だな大体。本当。登山家遺伝子は私平地活動家、まあ、平地活動家、まあ、平地活動家平たい父みたいなの。私普通登山家タイプだった。高所登山家タイプ。さすがだわ。ヒマラヤとかに登れる。運動による減量効果、これは運動したらダイエットが痩せやすいみたいな。そうですね、運動すると痩せやすい体質ですよとか、痩せにくい体質ですよ。痩せにくいって出た時もう分かっていれば、あ、もうちょっと頑張んないと自分って効果出ないんだなとか、あの、自分のそういう遺伝的な傾向を知っておくと日々に役立てられたり。ダイエットのやり方を、あ、じゃあ運動じゃなくて食事の方でとか、はい、なんか生活習慣を変える、そういうのもそうですね、方向に変えてみるとかっていう、はい、酒があるわ、酒が。酒あります。どこどこどこ、私やっぱお酒弱いって出るもん。アルコール代謝普通。あんたはアルコール代謝普通。お酒の強さ普通。二日酔い中。ニコチンはどうですか。低い。ニコチン存性は。あ、じゃあ3人とも低いんですね。吸いたくて吸ってるわけではない。なんかもう、ね、癖みたいな感じじゃない。言ってしまえば。お、いいじゃん。肌の水分高い。あ、ね、肌のトーン何だったの。ミディアムトーン。私もミディアムトーン。私もミディアムトーン。俺ダークトーンだ。その他の長寿のところが高いのでもう盛り上がっちゃってるから、ね、やっぱ私90歳以上になりする可能性が高い。死ねないのか。やっぱり死ねないよね。ちょっと待って、能力ってほしい。記憶力っていうのがあるから。怖い、怖いわ。ちょっと怖いんだけど。怖い、記憶力っていうのがあるわよ、能力。標準だった。私高いやん。私も高い。高い。だから、覚え方の問題なんですね。じゃあ、バカってことだね。使い方が下手ってことです。言語能力とかないんだ。言語能力なんやった。私高い。普通。低い。りょうさん、俺も低い。数学的思考標準普通低い。掛け算できないから。やっぱなんか顕著に出るわね。ちょっと待って、一番下収入の高さっていうのある。遺伝子で決まる。収入高い人に共通している。あ、まあ、遺伝子を設けるのかね。私高い。私も高い。ねえ、学歴は標準。標準低い。ちゃんとしてるな。性格、私開放性低いんだけど。だろうな。でしょうね。開放性とか協調性低い。私ここの性格の欄びっくりすることほとんど中なんだけど。いや全くびっくりしないっす。神経症傾向って何ですか。神経質みたいな形です。あの心配症とか。それだけ。これって結果今がそうっていうことではなくて、そういう傾向が出やすい遺伝子を持ってるってことなんで、今の検査と照らし合わせて遺伝的に私は高いんだとか低いんだ。そうですね、遺伝的に高いから、やっぱりちょっと気をつけようとか。ちょっと今更なんですけど、はい、気になったやつあるじゃないですか。すごく高いとか出てブックマークできるんですよ。あ、そう。気になったやつ、もっと早く言えばいい。そうですね、はい。違うところでちゃんとガンとか出てきたわけ。あの予防の方に行くと、うん、いっぱい出てくる。たくさんあるんで、ね、そっち行ってみますか。私肝臓がん大の。私もなんかもう低いのないもん。ここで一回説明してもいいですか。はい、そうですね、ぜひお願いします。病気のなりやすさって遺伝要因と環境要因両方があるんですよ。やっぱ普段の暮らし方と遺伝的な傾向と、うん、病気によっていろんな数字が研究されていて、うん、肺がんは遺伝的な要因は 14% 影響が、 86% が環境要因、もうほぼタバコを吸ってると肺がんになりやすいですよっていう。
まあ、肺がんになる人はもうほぼタバコがやっぱりすごく原因です、うん、ただ糖尿病とか肥満って遺伝要因 64% とか 67% で肝臓要因36%とか33%っていう、まあ、ちょっといいですか、はい、肺がんの話を聞いたらタバコ吸いたくなるどういう、まあ、肺の話ですけど時は死ぬわよ、ね、はい、高くても必ずその病気になるわけじゃないです、まあ、それはそうですよね、うん、まずはやっぱり自分の遺伝的な要因を知って自分の気になるところは環境、生活を変えていこうみたいな。肺のリスクすごいんだけど、慢性気管支炎大、閉鎖性肺疾患大、喘息大、肺機種大、肺活量5000やメンタルっていうカテゴリーあって、私 ADHD 大だわ僕も ADHD は大ですね。私も大だわりょうさん、ちょっと精神のうつ病を確認した方がいい。あれ何うつ病大ADHD 大やっぱみんな、みんなそうなんだねこのチャンネル全員 ADHD 大これは双極性障害。双極性障害ってほら多重人格的なんでしょ、だから記憶ないんじゃないの。多重人格だったんだ。だとしたらちゃんと迷惑じゃん性格診断、あ、こっからまた何かやるんですか。ですね、いくつかのその日常使える項目をスペシャルコンテンツっていう形で作ってるんですよ。6個ダイエットと栄養素と肌とスポーツと性格が2つ。性格1の方行くとアンケートが始まりますよね、うん、はい、終わりました、はい、やっぱり協調性が低いって出るのは何なんですかやっぱりしかも遺伝子検査の結果だと協調性が 38% なんだけど、はい、協調性が 17% になりました診断の後ねやっぱないんだ、やっぱないんだ総合性格そのタイプの言葉がひどいんですけど僕疑心暗鬼リーダーっていう自宅の外は専業結果的にルーティーン芸術性と倫理観の狭間なんか難しい急にフランス映画のタイトルみたい自分の気になったことに対して夢中になりやすいアーティスティックなタイプです。ただその結果他人がどうなろうが気にしない他人がどうなろうが気にしない肌を見ていただけると肌すごい分かりやすい。くすみ、なんだった。くすみが高い。高い。私も高い。じゃあうちらくすんでんだね全体的にくすんでる総合評価のこのなんかさ、コメントもすごいよね。つやつや砂漠肌オイリー緩み肌潤い曇り肌なんか悪口じゃん確かにあ、この肌タイプの桃タイプ、リンゴタイプ、アケビタイプ。アケビアケビってマイナーじゃないなんかアケビタイプってどういうタイプよお肌のやつでいいですね。どういうお手入れっていうスキンケアのやっぱり参考にしやすいので、おすすめスキンケア成分下の方に、うん、本当だ書いてあるわ。あともう栄養素ぐらいなので保有しやすいしにくいっていうのが点数で出るので、まあ、私日本人平均超えてたよ。あ、すごいですね、うん、でもこうなんだよね、うん、なんかこれもう信用だろう普段なんとなく分かってることとか分かってないことでも見えないじゃないですか。まあ確かに、ね、なんか見えることであこうだったのかっていう。でももう忘れちゃったいろんなことがありすぎて、はい、いろんなことありすぎて忘れるので、二重人格でうつ病で ADHD で信用信用遺伝子検査は心臓。